はい、えー、こんにちは。 えー、予備試験の本試験分析会、えーと、刑法を始めたいと思います、えー、担当講師の反町です、よろしくお願いします。えー、と今年は、えー、と3科目ぶっ続けということで,です、ねえー、なかなか厳しいというところだと思いますけれども、えー、刑法3科目目なので、えー、もう疲れてるかもしれないですけど、頑張っていきましょう、えー、と時間も限られていることですので、えー、とまず、えーと、お手元の、えー、と冊子ですね、えー、刑法に関しては講師レジュメというものを配布していますので、 えと基本的にあのこれに基づいてえとざっと説明していきますじゃあ早速開けていただいて1ページ目からですねはいえー、とあそうかまずは問題見ましょうかねで問題ですが 皇の在籍について論じなさいと、A に対する詐欺、未遂罪、および特別法違反の点を除くとなっていて、えーとまあ、共犯関係が出てないということで、皇の在籍だけなんですね、なので、えーと、とっつきやすかったかなという印象はあります、あの論じやすいかなと、検討しやすいかなと、でえー、とその内容について見ても、各、まあ、論と総論、両方出てると。 で格論も財産犯と社会法益からとバランスよくということであの論文試験の問題は出題があまり偏らないということなんでしょうね、はい、でただ共犯関係が今回出てないので、まあ、そこについてはあの共犯関係が複雑な事案に比べたらあの検討しやすいかなという問題でしたじゃあ見ていきましょう1ページからですね はい、まず、部位に対する業務上横領罪の成否というところで、まず横領罪と背任罪の区別というところを指摘してあります。で、口述の通り、公は部員の委託に基づいて、業務上本件土地を占有するものであると同時に、部位の委託に基づいて、部位の財産上の事務を処理するものであると。業務上領罪と背任罪との関係ですね。 これは、領財が委託信任関係を保護法益とする限りでは保護法益に重なり合いが認められることから領財が競合する場合法上競合として、まあ、これがキーワードですけどねまずは重い業務上領財から検討すると。 えー、この区別論に関しては冒頭で、えー、とまず横領罪から検討するんだということを端的に指摘すれば足りますここに関する一般論を長々と書く答案は、えー、とこれ過去の司、ね、法試験の出題趣旨で、えー、この区別に関する一般論っていうか、ね、この基準論区別基準論を長々と書くのはあまり実益がないからそういうことはすべきじゃないという指摘がありました。のでで、まあ、冒頭でまず応領罪からせあの 検討しますよということを簡単に述べればそれでいいんですねで。あとは問題は要件の検討なわけだから、中身の検討をしていくという形です。で、それぞれ業務上了罪の要件をこれから検討していきますが、まず業務上ですね。公は不動産業者として委託に基づいて他人の不動産を管理する事務に従事している。 えー、v から本件と土地にかかる提当権設定等について委託を受けているということで、まあ、あの不動産業者としてこれをやっているということで業務性をここでは認定しておきましたがただ、ですねちょっとこれ一言言っておくと本問はですね、まあ、不動産業者だっていうところで、えー、業務性を肯定したんですが、まあ、不動産業者と一般的に一言で言ってもいろんな取り扱い業務があるわけで,で、えー、業務上了罪における業務というのは特にそのね えー、他人のものを占有管理する地位を、うん、ある一定の社会的地位に基づいて反復継続していることなんですね。でそうするとこの不動産業者といっても必ずしもその不動産をね他人の不動産を、えー、管理するというねそういう事務を反復継続している地位にあったかどうかっていうのは。えー 必ずしも不動産業者であれば認められるという話ではないんだと思います。えー、と問題文からそこら辺の事情があまあ必ずしも読み取れないんですよね。で、本件土地についても、その部位との関係はその私的な知り合いであるから、えー、こういうふうなことを委託されたというように読み取れる部分もあるので、でまあ、その辺を強調すると、業務ではないという認定もありうるかなと、本問ではね、というふうに思いました。まあ、ここはいいいずれでもあり得るというふうに思います 次、事故の占有するですけれども、本庄の占有というのは、乱用の恐れのある支配力だと、まず解釈を出した上でで、公は上記委託に基づいて、部位から本県土地の登記済み証等を預かっていることから、これらの登記済,み証,済み証等を用いて、本県土地を事実上、自由に処分する地位を得たということで、本県土地について、乱用の恐れのある支配力を及ぼしたという認定をしました。 えまあ、法律上の占有という言葉を使って説明することもまあできますけれどもえ法律上の占有といった場合その典型例はですね不動産登記名義人あるいは預金についての預金名義人ですで、まあ、ここではまあ本件は、ね、あのいずれでもない名義人ではないですのでえ、まあ、その乱用の恐それのある支配力すなわち処分可能性ですね処分しうる地位これが占有を基礎づけるわけで、まあ、そこを端的に指摘すればそれでいいというふうに思います。 で他人のものですけれども、これは、まあ、あの部位の所有に属するということで、本件の土地は他人のものだということでいいでしょう、で問題は横領した、ここですね、横領、実行行為ですね、横、えー、領とは不法領得意志を実現する行為をいうと、この解釈論は出せるでしょうと。 で不法応領得意思が客観化されたとき、すなわち不法応領得意思が確定的に外部に発言したときに、本罪の実行の着手が認められ、それと同時に規水に達する、まあ、こういうふうな書き方をしましたが、ちょっとここが横領罪の特殊性なんですね。えー、と過去のまあ平成24年の出題趣旨だったかな、司法試験の出題趣旨で、横、えー、領罪、不動産については特に規水時期について言及すべきだというふうに指摘されていたんです。 でそれはあの不動産についての横領は登記、えー、移転時に起水になるんだとするのがもうこれ確立した判例なんですねでただちょっと注意が必要なのは実行の着手があって登記が移転してなかったら未遂だよってこういう分析はできないんですね横領の場合はなぜなら未遂がないから未遂規定がないからだから、えー、起水時期という名で論じられているその正体はまさしく横領が認定できるかどうかってその問題に修練しちゃうんですよ。 応領が認定できるののはどの時点ななんんだってそういうい問題なんですね。で、これ実際に登記までしちゃった事案であればあんまり問題ないあんまり意識しなくてもあの結論ずれないからただ本問みたいに合意だけしたんだけど登記まだしてないよっていうここではあー結論が決定的に変わってしまうからあの。 結論が違いをもたらすことになるのでなのでこの「既つ時期」と言われている論点というかねこの判例に対する検討を、まあ、それを踏まえた検討ということが意識される必要があるんだというふうに思います。 はい、で見てみると、い、えー、のところですけど、公は本県土地の権利済証等を部位から預かっているということを基下として、本県土地を部位に無断で売却、その売却代金の一部を自公の借金の返済にあてようと、きとした上で、えで、これを企てて、A との間で本県土地の所有権を A に移転させる旨の合意をした、本県合意。 はい、でこの合意の時点で横領だっていうふうに言っちゃうと、ね、もうそれできついなので、それでもうそこで犯罪成立で終了になっちゃうわけだけど、ただあ、やはりその確立した判例があるので、そこの判例を意識した検討が必要になるよね、えー、2ページ目、最も本件合意は売買契約を作成、売買契約書を作成したのみにとどまり、所有権移転登記に必要な書類等の交付は実際には行われていない。 本件土地について現実に所有権移転登記が行われていない限り、り河野不法領得医師が確定的に外部に発言したとは言えないから本件合意をもって横領には当たらないということですねで先ほどらいっているように不動産についてはその登記移転時なんだと横領が成立するのは、ね、でこれは最高裁の判例なんですけれどもただですね まあちょっとこれを検討するとその判例の事案というのはいずれもですね二重譲渡の事案ですで二重譲渡の事案であればまあ確かにですね代理第2譲る受け人第1譲る受け人と第2譲る受け人がいると第1譲る受け人を売っ払った後にさらに登記が自分のところにまだあるから第2譲る受け人に売っちゃうとこれ典型的な二重譲渡ね でその事案であれば確かに第二譲り受け人に売っただけならまだ売っただけ、登記を移してないこの時点だったらうんやっぱり悪いことしたなと登記はやっぱり第一譲り受け人に、えー、移転しようとつって、まあ、要するに翻して第一,第一譲り受け人に登記を移すってことができるんですよね、えー、第二譲り受け人にまだ売っただけの時点だったらだからまだその時点では、えー、不法漁得意視が確定的に発言したとは言えねえなという説明はしやすいです。 これに対して本問は二重譲渡の事案ではないですよね。二重譲渡の事案ではないから、えー、意思を翻して第一譲りけ人に登記を戻すんだということが予,定される予想される、えー、あるいはその余地があるという事案ではないので、まあ、この事案は合意の時点で、やっぱりもうこれは不法領得意思が発言したんだと確定的に、まあ、そういうふうに評価しても、誤りとまでは言い切れないかもしれない。 ただ結論の妥当性はともかくっていう話ですけどね、えー、その時点で横領だと、横領はさっきも言ったように未遂がないから、もう横領きついなわけでしょ、だから現実的に何かこう、部位に損害が発生したのかという観点から言うとね、えー、合,意した合意した時点で横領だっていうふうにする結論は、えーまあ、結論の妥当性という意味では大いに疑問が残りますよ、ただ理屈としては、その説明は誤りとは言い切れないかもしれないですね。 はい。まあ、いずれにしろ、不動産については、トー展示で横領なんだ、ということが、基本的な判例のスタンスなので、それに従って検討し、ここでは横領は否定しました。で、そうすると、次は廃任の検討に行くということですね。え、部位に対する、第2で、部位に対する廃任罪の成否。 はい、で他人のためにその事務を処理するものですけどその事務の解釈ですね、その事務というのは他人の事務という意味です、ここでは V の事務ということが認定できないといけない、公は本件土地にかかる定当権設定等、まあ、以下、本件事務といいますが、これについて V から代理権を付与されているから、V の事務を V に代わってやってるということで、ね、えー、V の財産上の事務を処理するものに当たると。 任務に背く行為ですが、まあ、本件合意をするという行為は、部位からの委託、信任の趣旨に反して部位に損害を加える行為であるから、任務に背く行為に当たると、まあ、この辺の要件の認定は全く問題なく、パンパンできるので、端的にやるということがポイントでしょうね。あと、自己取り目的もそうですね。こうは本件土地の売却代金の一部を、事故の借金の返済に充てようと。 として本件合意に及んでいるから事項の利益を図る目的が認められる、まあ、問題ないでしょう問題は次のこれですね財産上の損害やはりですね実質的なこの結論の妥当性という観点から考えると何か損害生じてるのかこれ財産判の成立を基礎づけるほど部位に被害が生じてるかなという観点ですよねで見てみるとやはり所有権移転登記はまだ未了であるという時点 でしかも、本件合意には、河、え、野、ー、無権代理行為ですから、これは V に高家貴族が否定されていると、なんか意味ありげにあの問題文にさ、表権代理規定の適用はないとか書いてあるわけでしょ、そうすると、あの今民事的な意味で言っても、V に対して何かこう不利益が乗っかっていくっていうことはないんだという前提なんですよね、まあ、民法110条、えー、ごめんなさい、113条1項3章というふうに書いておきましたが。 そうすると、いまだ経済的見地から見ても、部位の財産状態が減少したというふうに評価するには至っていないということで、えー、本罪は未遂にとどまる、背任罪の方は未遂罪があるので、まあ、これで結論の妥当性は調整できるよね、まあ、ここが本当な結論かなというふうに思いました。はいでまあ、故意は問題ないので、えー、以上より部、e、位に対する背任未遂罪が成立するという結論にしておきました。 財産犯、財産罪部,部分はこれで、えー、おしまいですがその過程で契約書1通偽造しているとあ契約書2通か、はい、でここについて偽造罪ですね、えー、3ページでやっぱりさ財産犯以外で出題可能性があるのはやっぱ格論で言うと偽造か放火だよね。 なので、偽造が出題されたかという感じなんですがこれもくしくも平成24年で出題、あの司法試験で、ね、出題されている論点でしたね。過去の司法試験に遡って、過去問検討して対策立てておくということが非常に有用なんだと思いますね。はい、でまず、権利義務に関する文書を認定し、客体の認定だな、1番、本県土地の売買契約書 2, 2部。 本件文書は売買契約に基づく債権債務の発生について証明力のある文書であり文書カギ括弧文書にあたる。 えっと2通作ってるからそれぞれ別々に法益侵害があって2罪成立するんだっていう分析もまあ不可能ではないでしょうけどあの売買契約書っていうのは特に不動産とかの売買契約書っていうのはこれ普通は通常2通作って一部ずつ原本をいろいろ当事者が保管するっていうのがこれ通例なので、えー、別個の客体だっていうふうに扱う実績ってあんまりないですね。 えー、犯罪の客体としても、ね、別個に評価する必要はなくて、えーまあ、その犯罪の個数というか、法益侵害の数としても不可分一体的に捉えればそれでいいかなというふうに思います。で、偽造です、まあ、ここの認定が、まあ、勝負しどころということですね、えー、偽造とは他人名義を応用して文章を作成することだ、その本質は文章の、文章にじゃないな、文章のかな。 文章の名義人と作成者の人格の同一性を偽る点にあると、はいでまあ、この解釈論はすぐにビシッと出していただいた上でそこから先の認定ですで、えー、大きく分けて2つの構成がありえてで判例も最高裁レベルで2つありますでこれら2つの判例2つの法律構成は出題趣旨でもですね平成24年の試験出題趣旨でもですね 2つの法律構成は並列的に記載されていましたいずれを採用してもいいということですただいずれを採用するかによってちょっと結論変わるところ、えー、具体的に言うと有因なのか無因なのかここの結論は変わってきますそこが要注意ねでまず見てみると考え方1、えー、作成権限の応用ま用、あ、参考判例2としてつけておきました はい、でこの考え方を見てみると、こうは V 代理人こうと表示して本件文書を作成している。上述した本件文書の証明機能に照らすと、本件文書は売買契約締結権限を有する申請な代理人によって作成されているということが、その社会的信用性を基礎づけていると言える。あのね、この分析がポイントです。すなわち、偽造罪というのは、文書に対する社会的信頼が保護法益。だから、 その社会的信頼を侵害したら偽造なんですよね侵害したというためにはじゃあその社会的信頼というのはどこにあるんだと何によって基礎づけられてるんだその信頼はこれを分析するその当該文書の機能だとか性質だとかを分析したこその当該文書の機能とか性質の分析を通してその文書の信頼を基礎づけている要素は何なのかでこれを、えー、検討すると分析するというのがポイントです。 でここによって考え方が分かれていくということね。でここではあ、きちんとこの作成権限を持っている、すなわち代理権を持っている人間によって作成されてるということこそが重要だろうと。はい。そのように考えると、本件文書の名義人は、本件土地の売買契約について部位から代理権を付与された行だと。すなわち権限を持ってる行だということになる。 このように考えると、公は部位から本件事務について代理権を付与されたにとどまり、まあ、すなわち、定当権設定については代理権あるけど、売却については代理権を持ってないわけですよね。本件土地の売買について代理権を付与された事実がないのであるから、部位を代理して売買契約を締結する権限のない公が本件文書を作成した行為は、名義人と作成者との間の人格性を偽るものとして偽造にあたる。はい。えっ、ー、と、ちょっと考え方1を求めるところですね。 社会的信用を基礎づける要素が何なのかを分析するんだよと、作成権限者により、権限がある人により作成されていると、神聖な作成権限を持っている人によって作成されている、これがこの文章の、えーまあ、社会的信用性を基礎づけている、コアな、中核的な部分なんだ、こういうふうに分析すると、作成権限、それが重要だということになるわけだ、ね、本文に即して言うと代理権ですよね。 売買契約書ですから、売買契約書の作成権限ですから、すなわち売買についての代理権。これがある人間が作成するってことが重要なんだと。こう考えると名義人は代理権がある、作成権限があるこうということになります。で、現実の作成者は作成権限など持っていない無権代理人であるこうなんだから、ここで人格の同一性に相互が生じると。このように分析するのが考え方1ですね。レジュメ戻っていただいて、考え方2。 今度は代理資格の傍用というふうにタイトルつけましたが、公は V 代理人公と表示して、本件文書を作成しているところ、上述した本件文書の証明機能に照らせば、本件文書は表示された内容に基づく効果が代理された本人に帰属するということが、その社会的信用性を基礎づけていると言えるから、本件文書のお名義人は代理された部位であると、本人であると。 今度は、ちょっとレジュメを、レジュメじゃなくて番章を、考え方2の方ですね、この文章の社会的信用性を基礎づけているコア、中核的な要素は、それは効果が本人に帰属するということなんだと、ここを強調すると、それは効果帰属する主体である本人 V、これが名義人なんだというふうに分析することになる、そうすると、V が名義人、作成者、公であって、偽造だということだね。 本件文書の名義人として表示された部位は作成者である項とは別人格であることは明らかであるから項が本件文書を作成した行為は文書の名義人と作成者との間の人格,性人格の同一性を偽るものとして偽造に当たる、えーとね、これだから説明の仕方が2つあるんですよ名義人をどういうふうに認定するかでそれぞれ判例があるのでなんかちょっとうまい具合に映らないですね いいいずれでもいいでもすでこれね、伝統的にはこっちの、要するに、えー、と名義人は本人であるというふうに説明されることが多かったかなっていう、ね、ところなんですけど、伝統的にはね。でも最近、この平成15年の判例が出てから、こっちのその作成権限っていうね、えー、この権限を強調して偽造を認定するっていうね、この考え方の方が最近は有力な印象ですよね。 はい。で、これ、この法律構成自体はどっちでもいいんだけど、気をつけなきゃいけないのは、この署名をしてるときに、こっちだと誘印になるよね。で、こっちは部位の署名はないから、無因になるよね。無因文書になるよね。だからこう、誘引か無因かっていうと、ここの結論が分かれるので、あの、法律構成自体はどちらでもいいんですが、あ結論変わるので、そこは注意だということですね。4ページです。え他人の署名というのは、文章に表示された名,名義人の署名だと。 本件文書には、部位の代理人としての公の署名が表示されていることから、名義人の署名の使用が認められ、えー、有印私文書偽造に当たるんだ。これ、考え方1だな。公の署名があるよと。それに対して、部位の署名が表示されていないことから、無印紙文書偽造になるよっていうのは、これ、考え方2の方ですね。ここが分かれるので、もう気をつけてください。レジュメでもね、えー、ここは。 2つう併記しておきましたので、どっちでもいいんですけれども、はい、行使の目的についてはすぐに認定できるでしょう、本件文書に基づいて A から2000万円の支払いを受けようとして、本件文書の偽造に及んでいるから、あ行使の目的が認められると。でさらに、行使したあ、実際に行使したという要件も簡単に認定できますね。現に A と本件土地の売買契約を締結した上で、本件文書のうち一部を A に交付しているから、行使したに当たると。 はい、で結論はだから、有因か無因かいずれか成立させて、同行使罪を成立させるということですね。はいじゃあ次、最後、えー、第4、部に対する殺人罪の製品と、でまあ、最後に、ね、取ってつけたようにまた殺人が出てくるので、まだあるのかという感じになるんですけれども、えー、だから時間内に書き切るのはなかなか難しいね、処理する量は多いと思いますね。 はい。で、問題の所在です。4ページの下のところ。こうは、部位の首を絞めて殺害し、その死体を海中に捨てることを計画した上で、部位の首を背後から力いっぱいロープで絞め。まあ、これ第一行為と言います。えー、部位を自社に乗せた上で、えー、港に運んで海に落とし。まあ、これ第二行為。その結果、部位は溺死していると。 仮に第一行為を第二行為とは別個の実行行為と捉え、かつ第一行為と部位の死亡結果との間の因果関係を否定すると、行為は第一行為について殺人未遂、第二行為について重過失致死、まあこういうふうになりますね。えー、なので、えー、本当にこれで結論が妥当なのかというところから殺人規遂罪に該当しないかというところにチャレンジするのが出題の趣旨です。 あの、この結論を取る学説もありますよ。殺人未遂プラス重過失致死罪説。あるんだけど、何の悩みも見せずにこの結論に行くと、やっぱり物足りない。結論の妥当性という観点から。だからやはり、いいね、殺人規制にできないかどうかっていうことを思い悩んでですね、一生懸命検討して、そこに迫ろうとするのが出題の趣旨です。 はい。で、まあ、殺人規制罪にできないかチャレンジしてくださいということなんだが、客観面と主観面、故意の認定がいずれもね、問題になりますね。で、まず客観面の認定の仕方5ページ。これも、これは2つあります。考え方1が因果関係論です。第一行為を実行行為と捉えて、第二行為は介在事情と捉えると。まあ、こういう感じ、イメージで言うと。 で、大昔の判例でさ、えー、砂浜吸引事件というね、えー、耐震時代の判例があって、えー、それは基本的にこういう考え方で検討してるんですよね。えー、第一行為が実行行為で、第二行為は海在事情、ね。で、これを経由して結果が発生したというね。で、これで因果関係認められるのか、と。こういう分析の仕方です。まあ、これが王道な分析の仕方ですね。ただ、 えと参考判例4でつけときましたけど、ちょっと相当古い判例なんでね、因果関係の認定の仕方については、あまり現在の議論の参考にはならない。だから、事故の行為である第二行為を介在事情と捉えたならば、ね、その上で危険な現実かということを説明する必要があります。で、見てください、5ページ。 実行行為としては、だから第一行為ですね。えー、が部位の首を背後から力いっぱいロープで締めた行為。第一行為は客観的に部位を窒息死させる高度の危険があり、人の生命を侵害する現実的危険性を有する行為として、えー、殺人の実行行為に当たると。で、問題因果関係ですよね。カッ2番。あ、刑法上の因果関係は、 発生した結果が実行行為の危険性を現実化したものと評価できる場合に認められる。え具体的には海在事情の異常性や結果への寄与度を考慮して判断する。まあこの辺の基準は端的に指摘した上で、で当てはめ、まあここが勝負です。えー、上記実行行為の後、部位は歴史したところ、甲の第一行為と部位の死亡結果との間には、あ甲が部位を自社に乗せた上でね港に運んでおと海に落としたという第二行為が海在していると。とで海在事情を指摘しました。 そして V の死因はここは指摘するのは重要ですよ。V の死因は第二行為による歴史だから、改ざん事情が V の死因を形成したことは明らかです。えー、明らかに第二行為が死因となってますので、結果への機能度が小さいって評価するのは誤りだからね。いいですね。死因変更してますので、えー、なので、機能度が低いとか、えー、いわゆる大阪難航事件的に捉えるのは間違いですからね。 で、もっともってことです。開催事情は、殺人を犯したと誤信した行が、在籍を隠蔽,隠蔽する意図で、被害者部位の域に及んだというものであって、行の部位殺害の意図計画に貫かれた第一行為に付随する一連の在所隠滅行為であるということからすると、第一行為と第二行為にはつながりがあるんだということだよね。第一行為に起因して生じた事態だと言うべきだ、あ言うべきであるから、異常な開催事情だというふうには言えないんだよと。 第一行為は第二行為を経由して死亡結果をもたらす危険が十分にあったよということですねしたがって V の死亡結果は c の第一行為の危険性が現実化したものと評価できるので c の第一行為と V の死亡結果との因果関係が認められるはいポイントは機用度が大きいと介在事情は機用度が大きいとただしその介在事情は異常な介在事情とは評価できないと そういうところを自分の言葉で説明して危険の現実化を論証できるかどうかとといううことでしょうねでもう一つの説明の仕方が考え方2の,、ね、この一連の実行行為論という方ですが、まあ、一応これもなくはないかなということで一応あのレジュメには記載しておいたけどね第一行為と第二行為が一連の実行行為だというふうに言えばさ、ね、この一連の実行行為から結果が発生したんだよという形で結果の軌跡は、ね、問題にならなくなるんだよね。 いずれから結果が発生してようと、こ一連の実行行為だから、まるっと結果を奇跡できると、まあ、こういう考え方を取れば、ただ、ここでの問題は、一連の実行行為と言えるのかっていうことだと思います。えっ、ー、と、5ページの下のところ見てください、実行行為。第一行為と第二行為はいずれも人の生命を侵害する現実的危険性を有する行為であると。両、えー、行為は、甲が部位を殺害した上で死体を投棄するという計画のもと。 一連の連の続したた意図動機に貫かれた行為この計画ね、ここの指摘ね、えっと、ね通常は、この類型の事案ではです、ね、普通はです、ね、主観面での連続性を認定するのは難しいと思われます、すなわち第1行為は殺害目的で、第2行為は在所隠滅目的で、目的が違うんですよ、だ意図、動機が断絶していることが普通なんです。 例えばとっさに激高して、ねえー、ぶん殴って、ね、相手が気絶してる、それ相手が死んだと思って、あやばい、埋めなきゃと思って埋めたと、えー、そういう事案であれば、ね、それはやっぱり主観面が断絶してるので、えー、一連の実行行為という認定はできないんですよね、過去にそういう問題、あの司法試験で出題されましたけど、急、え、旧、ー、試,試験の時代だったかな。はい でこれに対して本問では第一行為をした上で第二行為を行うということが事前の計画に織り込まれていたと。もともと一個の計画に貫かれていたと。一応そういうふうに,ううふうには言えるんだよね。本問はね。なので、えー、第一行為と第二行為が完全に断絶している、主観面で断絶している事案と比べると、そもそも第二行為まで計画してたという事案であるので、 えー、その意味では相対的に一連の実行行為と言いやすいとは思うんですが、うん、まあね、えー、主観面の連続性も肯定し得るぐらいかな、えー。筋としてはやっぱり考え方1の方が王道だと思います。因果関係論の方が王道で、こちらの方が筋はいいかなと思いますね。 はい。で、まあ、客観的にも第2行為は第1行為のわずか30分後に 1km ほどしか離れてない場所で行われてるから、まあ、時間的場所的近接性。まあ、客観面のね、連続性っていうのは認定しやすいですけどね。主観面ですね、やっぱ気になるのは。えー、通常はこの種の事案ではちょっと主観面の連続性っていうのは認定しづらいと言われています。まあ、ここではそれを認定した上で一連の実行行為と言ってしまえば、6ページ。結果との因果関係は問題になんだよね。 一連の実行行為の後、V は死亡してるが、V の死因は第二行為による歴史である。一連の実行行為の危険が現実化したもの,はものであることは明らかであるから、因果関係が認められると。もうこれでいいわけです。はい。だから因果関係論で頑張るか、一連の実行行為論で頑張るか、いずれかですね。まあ、因果関係論の方が王道の検討の仕方ということを言っておきましょう。で、最後、為ですけれども。え為、ー、恋も二つあるんだよね。認定の仕方は。 で、えぇ、ー、行為の認定の仕方としては、まあ因果関係の錯誤を問題とした上で、まあ今回のような錯誤は行為を阻却しないよという説明をするか、あるいは包括的な事前の行為を認定してしまうと。まるっと認定してしまう。まあウェーバーの外括的行為と言われるものですね。いずれかです。で、えー、考え方1の方ですが、これ因果関係の錯誤ですね。えぇ、行為は第一行為及び第二行為の認識、任用に欠けるところはない。もっとも、 V、えー、の死亡結果は客観的には第二行為による歴史という経過によって発生したものであるが、あ公は主観的には第一行為により、V が窒息死したものと認識している。だから因果関係の錯誤により、行為が阻却されないかを検討する、はい。こういう形で問題提起をして、で法定的不合説です、えー。犯罪の行為があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするが、行為者が認識した罪となるべき事実と、現実に発生した事実とか必ずしも具体的に一致する必要はない。 医療者が法廷の範囲内において一致することを思ってたりいるとまあ判例の立場ですねそうすると当てはめ公は主観的にも首を絞めて窒息死させるというね殺人罪の因果関係が肯定できる、ね、そういう殺人罪にあたる因果経過を認識してますねだとすれば現実に発生した、まあ、海に落として溺死させるというねこういう因果経過と法廷の範囲内で符合しているというふうに言えるので え法廷の範囲内で一致していることからあ上記ののようなな因果関係のは行為を却しない、はい、これが一つの説明で、もう一つはウェーバーの外括的行為ですがあんまりね、えっ、ー、と、現在これを説明する、これ、この説明をするっていう説もあんまりないので、えー、まあ参考程度にって感じかな。えー、どういう説明かというと、そこですね、えー、と6ページの下のところですが、 あ、行為者が行為を持って行った第一行為ですでに犯罪を遂げたものと誤信し、その発覚を防ぐなどの目的でさらに第二行為を行ったところ、第二行為によって先に予見した結果を発生させた。こういう事案では、両行為は実質的には一つの行為に担われてるんだという、こういう評価をしちゃう。だから第一行為と第二行為とを包括する行為を、まあ事前の行為ですね。第一行為の時点で第二行為まで真ひっくるめて、事前の包括的行為が認定できちゃうんだよと。まあこういう説明です。 え、は第二行為による部位の死亡結果の発生を認識していないが、第二行為によって死亡するという認識はないんだけれども、両行為は甲が部位を殺害した上で在籍を隠滅するという一連の殺害計画に基づくものだから、第二行為を包括する事前の行為が認められると。まあ、こういう認定で、行為を認定しちゃうというのがもう一つの筋です。はい、以上より本罪が成立すると。ね、で最、最終的に殺人起制にできたと。 はい、で最後、ですね一応、強盗殺人罪の成否をここで7ページ、最後のところ、えー、一応、なお書きみたいに書いておきましたが、えー、と今回、受験生のですね、えー、まあ再現答案や受験生の、まあ、実際に受けた人の話等を聞くと、まあ、強盗を問題にしている受験生というのは、それなりにいた印象なんですよね、でおそらくこれは、ですねうの動機が問題文に書いてあるから、問題文にさ、どこだっけ、ここか。 それらを免れるには、とこの辺が、それらを免れるにはブを殺すしかないと考えた、まあ、この動機が明示されてるから、ここなんか意味あるんじゃないかと、えー、そういうふうに分析したの、そういう視点で見たのかなというところなんですけれどもね。はい、ところが、少なくともこの問題文の事情からは、二項強盗の認定はま、まず難しい、まず無理だろうと思われるので。<laughs> これ、まあ、論じることが誤りとまでは言わないですけどね、ただこれはあの学説とか見解によっては成立するというレベルではないと思いますので、まあ、特に検討しなくても問題はないかなというふうには思いますけどね、えー、しかも限られた時間の中で、限られた枚数の中で、えー、答案を作成しなきゃいけない試験なので、まあ、これを厚く論じるぐらいであれば、殺人の客観面とか故意の問題をさっき、ね、言った話を一生懸命検討した方がよっぽど点がつくだろうというふうには思います。 えー、強盗の話しちゃうとそれだけ時間とねあとその答案用紙の幅も使っちゃうわけだからねはいでまあそんな前提で、まあ、この話一応軽く検討しておくけど、まあ、解説講義であるという性質上ね、えー、本罪における暴行脅迫は財産上不法の利益を受けえ不、ー、法の利益を得ることに向けられたものであることを要するとまずこの解釈論ですね でその上で本文を見てみると確かにです、ね、公は事故の不正行為を部位から警察に通報されて、えー、事故が逮捕されることや不動産業者の免許が取り消されることを免れるために殺害行為に及んだということは書いてあるねただ、これらの事態を免れうるという利益はこれは単なる事実上の利益であって、えー、財産上不法の利益に当たらない財産上の利益に当たらないですよね。 えー、財産上の利益というためには、ね、結局これ強盗なんだから、相手から奪う利益ですよ。いいですか。相手から奪う利益。えー、相手から自分に移転してくる利益。えー、あるいは相手が失うと同時に自分が利得する利益。そういうものです。不動産業者の免許取り消されるって別に相手から失う利益じゃないでしょ。自分に移転して、相手から自分に移転してくる利益じゃないでしょ。 あの、殺害することによって、何らかのメリットがあると。何らかの利益が自分に生じると。それが殺害の動機になっていると。そういう事例で、ね、これ強盗だって言い始めると、ほとんどの事例で強盗を問題をしなきゃいけなくなっちゃいますよね。はい、強盗罪だからそういう話じゃないんです。相手から利益を奪うという性質があるかどうかの問題だからね。 また、公は V から何らかの債務の追求を免れるために殺害行為に及んだものとは認められないって、まあ、一言ここで認定しておきましたけど、上記殺害行為は財産上の利益移転に向けられた暴行脅迫には当たらない。まあ、一応、その前段階で公は不正行為を行っていて、えー、ま、不法行為に基づく損害賠償請求権みたいなものは、ね、V が公に対して持っている債権としては一応観念できる。よね。 そこを考えると、えー、V からの,その債権、v、の債権、公にとっては債務を免れるということが一応、想定はできるんだけどただ、その債務の面奪を目的として、えー、その財産上利益移転に向けて殺害に及んだという事情は問題文から認定できませんので問題文にない事情を無理に認定するということはできないですね。 だからまあ要件論で検討してもやはり認定はできないですね、暴行脅迫に当たらないと、強盗罪によう暴行脅迫には当たらない、すなわち、財産罪としての実行行為とは評価できません、単なる殺人行為という評価しかできないということになるでしょう。 まあ、あの理屈で考えると、一応問題になりうるのかもしれないけど、あまり実益というかメリットがなくて、ですね先ほども言ったように,、まあここに、ここの議論頑張るぐらいだったら、えー、殺人罪の客観面、主観面の認定が勝負、そちらに時間をかけることが、出題の趣旨だろうなというふうには思います。 はい。まあ、材数は見ておいてください。えっ、ー、と、ざっと解説をしました。ちょっとね、答案にも言及できるかと思ったんだけれども、時間の関係でもう時間来てしまってますので、えー、一応解説としてはこれぐらいにしておこうと思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、警報の解説はこれでおしまいにします。えっ、ー、と、本試験分析会の警報についてはこれで終了にします。お疲れ様でした。